ね、ちょうど10日以上空きまして、はい、びっちり地元で練習したので。そうですね、青森で練習しました。冬川はですか、あのご主人と一緒に移動してたんですか。そうですね、うん、久留米でした、はい、久留米でした。そうです。いつ頃帰ってきたんですか。4月最初に帰ってきたんです。4月最初、はい、ってことは帰って1本を走ったのが前回。そうです、整備を1本走って、じゃあ帰って前回走って今回と。はい、前回先行してました、ね、見ました先行してやろうと思ったんですか、それとも流れですか。すごい緩んだんで、もうじっとしてもしょうがないし。そうですね、痛いと。もう、はい、並びも良くなって。先行したのいつぶりぐらいなんですか。いつぶりですかね、覚えてないです。覚えてないね、はい、ちなみに感想はどうだったんですか。先行したやっちまったか。やっちまった足疲れました。そうですね、もう今回やめとこうと。いや、そうですね、まあ緩めば、まあ、なんか行くべきところでは行かなきゃ。まあそうですよね、はい、しっかり出せるところが出して。そうですね、前回よりちょっと成績上げていきたいと思います。ああ、そうですね、はい、前回で成績上がったら決勝行けますんで。そうですね、うん、頑張ります。